今回はヘラクレスオオカブト原名亜種のマット交換を行います。2016年5月にマットを交換してから放置していたので、マットの量が少なくなっています。側面からは黄色い幼虫が見えます。早速ひっくり返します。プリプリに育った三類後期の幼虫が出てきました。オスの幼虫です。体重を測ってみます。 103g あります。放置でも体重が維持されていて少しびっくりです。普段ヘラクレス系のマットはラッシュ、レギュラーマットを使用していますが、幼虫の色がすでに黄色いことから交換を即用化することが予想されます。なので今回はより幼虫形成に向いていると思われる月夜のキノコ園完熟マットを使用します。熟度が高く粘り気があり、再発酵もしづらいので産卵セットや養花といった場面で有用です。そのまま使うと若干水分が足りないので握って固まるくらいに加水してから使用します。加水した完熟マットをアステージ NC ボックス11番の下層に軽く押し固めながら入れました。中層から上層には食べ残しのマットを入れます。もうそれほど食べないと思われますので再利用します。最後に幼虫を投入してマット交換完了です。22度程度で管理します。角が曲がらなければ140ミリから150ミリ程度で孵化する見込みです。みんなも飼育してみてね。